下等と賢弱のつながりがやばすぎます。どうも皆さん、チャオモカです。ということで今回は下等と賢弱についてお話をしていきたいなと思います。この賢弱というところに関しては、現在下等の体を操っているということで、偽下等としてね、今登場しているところではあるんですが、今回話す下等と賢弱というところに関しては、この偽下等ではなく下等本人ですよね。本物の下等ということで、ここに関してね、前回の動画で、次回の動画で話しますよということでね、最後に話していたわけなんですが、前回の動画に関しては賢弱という名前の意味ですよね。それについて話しているということで、前回と今回続けてこの賢弱関連のね動画になってくるので、よかったらね、前回の動画まだ見ていないって方はそちらをね、さっき見ていただければなと思うんですが、今回話していくこの賢弱と下等とのつながりっていうところに関して、キーワードとなってくるのはこの賢弱の理想ですよね。賢弱が今行おうとしている目的ですよ。その先にあるものということで、天元様と人類の同化っていうものがあるんですよね。それによって呪力の最適化ということで、術師という壁すらも超えた新しい存在を作り出していくっていう風になってくるわけですよね。人類たちっていうのはみんなワンランク上に進化させていくっていう風になってくるわけですよ。で、この進化させていくっていうところで、前回の動画でこの賢弱という名前の意味ですよね。それとこの天元様との同化によるワンランク上の進化っていうところがつながってくるっていうのを前回の動画で話していたんですが、今回話していくのは最新話の内容ではなく、単行本の9巻ですよ。下等が表紙に描かれている9巻ですよね。この下等に関しては額に縫い目がないので、本物の下等っていうのがね、描かれている表紙にはなってくるんですが、これっていうのがいわゆる過去編ですよ。五条と下等っていうのがまだ学生だった頃ですよね。パパグロと戦っている、星漿体を守りながらパパグロと戦っていく海玉編というところでね、そこから過去編が始まっていくわけですよ。そしてこの9巻ってところに関しては海玉編の次ですよね。玉節ということで、そこではもうパパグロと戦った後、星漿体である天内陸を守ることができなかった後っていう風になってくるんですよね。そして下等っていうのがこの今まで守ってきた非術師たちですよ。こいつらの価値っていうものについて悩んでいる時期なんですよね。今まで自分は何のために非術師を守ってきたのか、自分たちがここまでして守っている非術師とは何なのか、そんなに重要なのかっていうところで悩んでいるところでもあるんですよ。っていうそのタイミングで、下等っていうのは特級術師の一人であるつくもと出会っていくわけですね。そこについてやはり重要なシーンがあるわけですよ。黒幕の理想ですよね。そことつながっているものがあるんですが、その中でつくもっていうのが、下等が言ったね、非術師についての考え方に対して、多分それが一番イージーだ、非術師を間引き続け生存戦略として術師に適応してもらう、要は進化を促すの、鳥たちが翼を得たように恐怖や危機感を使ってねっていうことをつくもが言っているわけなんですよね。この言っているセリフですよ。生存戦略として非術師という存在を術師に適応させる、それというのが進化を促す、そして恐怖や危機感を使うっていう、この3点ですよね。これっていうのがまさに今賢弱が行っていることと全く一緒なんですよね。非術師に呪術を与えているっていうものもあるし、呪物を取り込ませたものっていうのもやはり出てくるっていうのがあるので、そう考えると非術師たちに新たなランクですよ。今まで術師っていうものがいた、そして今後の世界のために非術師たちに術式を与える、呪術を与えることによって術師に適応させていくわけですよ。つまりワンランク上に進化させようとしているわけなんですよね。そしてこの恐怖や危機感っていうところに関してはまさに死滅回遊ですよ。ここに関してはルールが設けられている、そしてそのルールっていうのはもう戦い合わないといけないルールになってくるわけなんですよね。っていうところで恐怖や危機感っていうものがあるんですよ。っていうところで、まさしくこのつくもが話していることっていうのが賢弱が行っているものとつながっている、これっていうのがね、賢弱が下等の体の中に入ったことによって、この記憶っていうのを知って、それを元にね、賢弱が動いているのかっていうふうにも考えることはできるんですが、やはり賢弱に関してはこれよりも前から行動を少しずつ起こしていた人物なんですよね。受体クソーズっていうものをもともと作っていた、それをしていたことによって虎杖悠仁という宿儺の器を誕生させることができたっていうのもあるし、そもそも陸側持ちの術師っていうのを何とかするために何度か戦って2度負けた、そして殺した術師もいるけど、結果封印っていう道を取ることにしたっていうような感じで、いろんな計画っていうのを実はずっと動かしていたわけなんですよね。っていうところで、ここで新たに得た情報ではないのに、宿儺も言っていたこの話ですよ。これっていうのと今行っている賢
賢者っていうのが同じ行動をしている。これがまず一つのキーワードですよね。そしてもう一つですよ。その後に下等っていうのが迷い続けているわけですよね。ここからどうしていったらいいのかっていうところで、五条が任務を引き継いでくれたっていう時に、下等が七海は少し休めっていうことを言った後に、もうあの人一人で良くないですかっていうようなことを七海が下等に対して言ったわけですよ。その時に下等もなんか引っかかるような表情をしていたんですよね。そしてその後に行ったとある村ですよ。とある村でそこの村人112人ぐらいを全員殺害していったわけなんですよね。そしてその後姿を消した、失踪していったということで高専から出ていったんですよね。そしてその後下等っていうのは五条と新宿で会話をしていたわけなんですよ。この時の会話っていうのも現在の賢者の行動ともつながる、そして前回出した動画ともつながってくるポイントではあるんですが、2人が対面して話しているシーンに下等っていうのは両親を殺しているっていうところがあって、その後に五条が話しているわけなんですよね。意味ない殺しはしねえんじゃなかったのかって聞くと、意味はある、意義もね、大義ですらあるっていうなことを言っているわけなんですよ。でまあそれに対してね、五条はねえよっていうふうに言ってるんですが、この意味はある、意義もある、大義ですらあるっていうところですよね。前回の動画で賢者という名前の意味ですよ。これに関して考えた時に、その意味の一つに無益な苦労はしないっていうものがあったんですよっていうところと、この本物の下等が過去に行っていた行動っていうのがつながってきますよね。意味はある、意義もねっていうところで、これってもう無益な行動じゃないんですよ。やる意味があることなので無駄なことじゃないんですよね。でもちろんこの下等っていうのはね、まだ生きている頃なので中に賢者がいるとかではないんですよ。じゃあこれが一体何につながってくるのかって考えた時に、下等っていうのはすでに実は賢者の手の内にはまってしまっていたんじゃないかなって思ったりもするんですよね。天元様の話の中に11年前の話っていうのがあったわけじゃないですか。全員当時という天与呪縛フィジカルギフテッドによって呪力から完全に脱却した存在ということで、天元様たちの運命っていうのを壊していった存在ということでね、パパグロがいるわけですよね。そしてその時一緒に呪霊操術を持つ少年が現れたっていうことも触れていたわけですよ。じゃあその時のタイミングを考えてみると、この下等と五条がすれ違いを起こして新宿で話しているシーンですよね。この時に今自分がやっていることっていうのは意味がある、その意味っていうものは自分の両親を殺したこと、そしてとある村を全滅させたことですよ。自分が今まで守ってきた非術師っていう者たちを全員殺していった、そしてそれには意味があること、さらに大義ですらあるっていうことまでも言っていたわけなんですよね。じゃあこれってのが果たして下等自身の考えだけで進んでいったものなのかって考えると、そうじゃないと思うんですよ。もともと賢者っていうのは呪霊操術というこの術式を手に入れたかったんですよね。やはりこの呪霊操術を使うことによって天元様を取り込む、その後に人類と天元様を同化させていくっていうのがあるので、この呪霊操術を手にしないといけなかったわけなんですよね。ゼロ巻の中で描かれたようなね、百鬼夜行ですよ。百鬼夜行を下等が起こしていく、そして乙骨が下等に勝つ、でその後に五条が下等を殺すっていう、この流れがなければ賢者っていうのはそう簡単に下等の体を入手することはできなかったはずなんですよね。やはりあのまま五条と下等っていうのが呪術高専にいれば、二人とも特級術師としてそのまま呪術高専にいたと思うんですよね。でもそれがなかった理由っていうのは11年前のあの事件ですよね。パパグロっていうのが星晶体である天内陸を殺してしまった、そしてそこから全ての歪みが始まったということで、下等の進む道っていうのがそこで逸れていったわけですよ。五条と一緒に進んでいったものっていうのが唯一の親友だった二人が違う道を進んでしまった、そして下等っていうのが百鬼夜行を起こす、そして死んでしまったっていうので体を奪うことができたっていうところで、そこまで全て賢者の思惑通りだったんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。つまり賢者っていうのが何らかの形で下等に刷り込ませていたんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。もちろん教えるとかではなく、自然発生的に下等がそれを思いつくような展開っていうのを作っていったんじゃないかっていうふうに思うんですよ。それがやはりあの星晶体である天内陸を助けることができなかったっていうあの事件ですよね。でその後のあの村の出来事ですよ。あの村での出来事っていうのも実は賢者が裏で糸を引いていたっていう可能性もあるので、賢者があの村での事件っていうのを裏で糸を引いていた場合ですよ、下等がこの自祖師の道へと進んでしまう最後の一歩ですよね。その後押しをしていたのが実はこの賢者だったんじゃないかなっていうふうに思ったりもするんですよね。それというのがこの呪霊操術を持つ下等すぐるという肉体を手に入れるためだったとなれば、全てがつながってくるところでもあるんですよね。っていうのを考えるとね、この下等っていうのが11年前全てが変わってしまった、そこから百鬼夜行を起こして死んでしまったっていうところまで実は賢者に利用されてしまっていたんじゃないかなっていうふうに思ったりもするんですよね。はい、ということで今回は下等と賢者についてお話をしました。ぜひね、これについて思うところがありましたらコメントよろしくお願いします。ということで今回の動画が良かったら
方はぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。